アメリカの労働省が15日に発表した10月の生産者物価指数は市場予想を下回り伸びが鈍化しました生産者物価指数は1年前と比べて8.0%の上昇となり4ヶ月連続で伸びは鈍化しました一方前月比ではプラスの0.2%となり伸び率は9月と変わりませんでしたいずれも市場予想を下回っています ガソリン価格の上昇を受けて、物の価格は0.6%のプラスとなりました。一方、サービス価格は0.1%低下し、2020年11月以来およそ2年ぶりのマイナスとなりました。変動の大きい食品とエネルギー、流通マージンを除いたコア指数は0.2%上昇しました。